ハルランド県クングスばっかにあるマリオのゾーマリオは、ニンテンドーが開発、発売している、コンピューターゲーム、スーパーマリオシリーズに登場する架空の人物で、同社の登録商標を、1981年に稼働を開始した、アーケードゲーム、ドンキーコングで、初登場して、以来、非常に多くのゲームソフトに登場している。また、任天堂の看板キャラクターとして、 任天堂公式ホームページのアイコンなどのデザインにも採用されている。マリオが主役として登場するマリオシリーズの累計販売本数は代表的なアクションゲームシリーズスーパーマリオシリーズのみで全世界3億4000万本以上に達している。この記録はゲーム業界全体で世界1位であり、 他者が反権を有するものを含め過去数十年間のゲーム産業で誕生したフランチャイズにおいてこの記録を上回るものは存在していない。マリオは世界的に広く知られている。1990年にアメリカで実施された Q スコアではミッキーマウスを上回る票を獲得し2008年のニューヨークタイムズの社説では宮本が 約30年前に生み出した口ひげを生やしたイタリア人配管校であるマリオはいくつかの調査によればこの星で最もよく認知された架空のキャラクターだ。匹敵するのはミッキーマウスだけだとの記述がある。また2011年版のギネス世界記録ではゲーム史上世界で最も知られているゲームキャラクターとして掲載されている。 エンターブレインが企画するファミツーアワードでは2006年度2007年度の2年連続でゲームキャラクターオブザイヤーを獲得以降は殿堂入りとして投票対象外になっている帽子とオーバーオールを着用し鼻の下に口ひげを生やしているこうしたデザインは 16X16 16のドットでキャラクターを表現するという ドンキーコング当時の制約の中で視認性を重視した結果生まれたものである。宮本茂による初期作品のデザインではシャツが青色でオーバーオールが赤色となっていたが、小田部洋一が後にデザインしたスーパーマリオブラザーズ3以降以降は初期とは逆にシャツが赤色でオーバーオールが青色の配色となり、現行のデザインでも後者の配色が主に用いられている。 また、作品の内容や場面によっては、普段のそれとは違う服装を身につけていることもある。等身大、マリオフィギュアによれば、身長は155センチメートル。また、体重は明らかにされておらず、スーパーマリオサンシャインのポンプの情報によれば、秘密とされている。初登場した当時は正式な名前が決まっておらず、ジャンプマン、救助マン。 ミスタービデオゲームといった通称で呼ばれていた。なお、ミスタービデオゲームの名称は、現在でもメディアがマリオシリーズの功績を示す際に用いることがある。1982年稼働開始のアーケードゲーム、ドンキーコングジュニアに登場した際に初めてマリオという個人名が与えられ、その後の作品にもこの名前が反映された。命名したのは、 ニンテンドーの米国法人、ニンテンドー・オブ・アメリカの社員であり、ノアの倉庫の大家である、イタリア系アメリカ人、マリオ・セガールが偶然にもこのキャラクターに似ていたことが、由来であると言われている。倉庫の家賃を滞納していたノアが、セガールの名前をゲームに用いることと引き換えに支払いを、待ってもらった、という説もある。実写映画、スーパーマリオカイ帝国の女神における、 フルネームはマリオ・マリオで、ノア関係者の一人がマリオ・ブラザーズというゲームタイトルから便宜上マリオ・マリオと名付けた。また、2015年9月に開催されたイベントスーパーマリオ30歳の壇上では、宮本茂は本当のマリオの名前はマリオ・マリオなんですと発言していたが、後に任天堂の広報担当者は映画では マリオ・マリオという名前だったようですが、宮本にも確認したところ、やはり、マリオが正式名称で、マリオ・マリオではありませんと答えている。年齢は、正式に決められていないが、宮本・しげるによれば24から25歳をイメージしているとのこと。性格は、基本的には勇敢で陽気な性格をしており、いただき、ストリート・シリーズなど、マリオ自身がセリフを発する作品でも、 そのように描かれることが多い。敵対しているクッパにも作品によっては気づかったりする。しかしこの性格は一貫しているわけではなく、自身が人気者であることを自覚しており、それをひけらかして優越的な言動をとるなど、作品によっては腹黒とも取れる一面もある。好きな食べ物は、スーパーマリオサンシャインのポンプの情報によれば、スパゲッティ、嫌いなものは、 毒キノコと記載されている。リゾートホテルに宿泊した際は、ピーザを注文していた。普段の長袖オーバーオール姿のほか半袖シャツ、作業服や新郎衣装など様々な服を所持しており、旅行の際は、替えの服以外に、自前のスリッパを持って行っている。弟である、ルイージには、基本的に明るく接しているが、 少々存在に扱う面が垣間見え、マリオテニス GC では、ルイージが表彰台に立った際に、彼を妬んで祝福の言葉をかけると同時に足を踏みつけていた。このため、時折、ルイージから仕返しされたりしている。仲良しの、ピーチから方に、キスされたり自宅に、彼女の肖像画も飾っているが、好きな人は秘密となっている。ちなみに染色体の数も、 不明とされている。アニメ映画、スーパーマリオブラザーズピーチビメ救出大作戦。と、OVA、アマダアニメシリーズスーパーマリオでは、古谷トールが声優を務めていたが、ゲームでは1996年発売の、スーパーマリオ64より、チャールズ・マーティネによる声がついた。シリーズを通し、明るく高い声で喋るのが特徴。出自は不明だが、ゲーム内では、 通常、独特の鉛のある、アメリカ英語や、マンマ・ミーアなどのイタリア語を発している。スーパーマリオワールドの取扱説明書では、謎のイタリア人との記述もある。双子の弟、ルイージがいる。スーパーマリオ RPG などでは、マリオと同居しており、マリオが冒険に出ている間、留守番を担当している。マリオの赤ん坊時代を描いた、スーパーマリオヨッシーアイランドや、 ヨッシーアイランド DS では、両親が登場しているが、シルエットと手足が映るのみで詳細は不明である。スーパーマリオサンシャインのポンプの情報によると、マリオ本人も、両親の名前は知らないとされている。冒険家をはじめ、大工やビルの解体や、テニスやボクシングの審判員、医者、CM 展開も行っているンブ製造会社。 マリオトイカンパニーの社長などの仕事に就いている。また、実写映画、スーパーマリオ魔界帝国の女神では、配棺校として登場している。スーパーマリオランドに6つの金貨では、自分の島や城を所有している様子。こうした多様な経歴から、アメリカの経済誌、フォーブスが企画する、フィクション版世界長者番付では、10億ドルの、 総資産を持つ男と紹介されている。マリオシリーズ公式サイトマリオポータルでは2017年時点において実は昔廃棺校のお仕事もしていたこともあるらしいと記載されていたが2018年時点では職業は廃棺校と明記されている。2002年に発売されたスーパーマリオサンシャインのポンプの情報では職業廃棺校とされていた。 弟のルイージなどマリオの仲間たちも、同等の変身能力を使える作品もあり、その場合は一部の例外を除いて、ファイアマリオ、ファイアルイージのように、マリオの部分を、各キャラクターの名称へそのまま置き換えた故障になる。対応ソフトについては、アミーボの公式サイトを参照。このか、日本国外では、マリオ、シルバーエディションが発売された。マリオブラザーズスペシャルと、 パンチボールマリオブラザーズは、アーケードゲーム版をもとに、ステージやルールが変更された作品である。発売はハドソン。メダルゲームその他映画 OVA ゲームソフト、バンダイナムコエンターテインメントスクウェアエニックス、セガゲームスガンホーオンラインエンターテイメント、UBI ソフトその他2016年、リオデジャネイロオリンピック閉会式に登場した、安倍晋三首相。ありがとうございます。